33番札所設計寺。名前が印象的な設計寺の寺名については、長宗我部元親の法号が由来とされています。元親の長男信親の墓もあり、長宗我部家ゆかりのお寺です。そんな設計寺への到達難易度ですが、距離は 8.6 キロ裏道大橋を渡っていきましょう。渡し船を使って渡ることもできます。その場合は 7.5 キロ。高低差に関しては船を使わずに陸路を行く場合は裏道大橋をちょっと登ります。休憩所に関しては遍路道上もお寺周辺もかなり豊富と言えます。総合難易度はE、 苦労しないどころか補給に最適なエリアです。お宿もあるので宿泊にもおすすめ。私も泊まりました。今日の朝行った竹林寺への案内がある。ここら辺の道はやはり入り組んでるな。バカでかい橋を渡っています。もしかしたらあれかもしんない、5分ぐらいで渡してくれるらしいよ。雨でも美しいよ桂浜は。33番、設計寺お参りさせていただきます。今日も雨の中無事たどり着かせていただいて本当にありがとうございました。